日本レコード大賞。日本レコード大賞。日本レコード大賞は、スポーツ紙を含む、各新聞社の記者が中心となって決定する音楽に、関する賞である。略称は、レコ大、レコ大。主催は、公益社団法人日本作曲家協会。講演は、TBS である。TBS テレビ TBS ラジオとその系列局が、放送し、番組名は、輝く。 日本レコード大賞、輝く日本レコード大賞。1959年に創設され、1970年代から80年代にかけてテレビにおける歌番組の流星と共に最盛期を迎えた。しかし、レコード会社や事務所の力関係により受賞者が決まっているとの指摘もあり、賞レースに左右されない音楽活動をしたいことなどを理由に、 受賞そのものを辞退する有力アーティストが1990年代から増えるようになった福山雅春、ビーズ、ミスター・チルドレン、ジャニーズ事務所所属歌手など。これにより、賞の権威は大きく低下し、第36回、1994年には、対象受賞者が受賞式に出席しないという異例の事態となった。それ以降、歌手が受賞を辞退した場合、または、 歌手がその年に指去したは、その楽曲は大賞受賞曲とはならない。第56回2014年を例として掲載する計23人。2014年に審査員を務めるスポーツ日本が大賞決定と同時刻に受賞作品の詳細をネットニュースで配信したため、事前にどの作品が受賞するかわかっていたのではないかという疑惑が生じた。 2015年にはレンタルチェーン店を展開するツタヤが自社のニュースサイトにて特定のレコード会社や芸能事務所が審査委員に対して何らかの働きかけを行っているとする音楽関係者のを報じた。この種の癒着は1970年代頃からあったとされるものの審査委員の大半を新聞社とテレビ局の社員が占めるため報じない。 応じられないといった状態が続いてきたと、音楽評論家の麻生幸太郎は指摘している。このような中、審査委員を務める産経新聞は2015年に、自ら、敵レースではと題し、章の存在意義に疑問を投げかける記事を、同社のニュースサイトにて掲載した。また、対象上人実行委員で、音楽家の富沢一生は、インタビューに対し、章レースの盛り上がりが、 ファンには音楽業界の利益優先の腐敗や敵レースのように映るようになり、大衆から支持を失っていったと認めた。週刊文春2016年11月3日号においては、前年に大賞を受賞した三大メッチェイソウル、ブラザーズが買収によるものであったとの記事が掲載され、年末のプロモーション業務委託書としてと書かれ1億円の請求書が公開された。 このことについての三代目 JSOUL BROTHERS サイドからの反応はなく、事実は不明となっている。戦後の日本の音楽界においては、ジャズ、ロカビリーなど、米国由来の新しいジャンルが流れ込んできており、若者世代から熱狂的な支持を受けていた。一方で、音楽界の主流を占めているのは、戦前から続く歌謡曲で、大手のレコード会社が専属の作家に、 売れ筋の曲を書かせ、発売するという河川状態が成立していた。結果、年配世代がレコードを通じて、歌謡曲を若者世代がコンサートを通じて、新音楽をそれぞれ支持するという世代間の空白が生じていた。1959年、小賀正男・服部良一らの主導で、レコード会社所属の作曲家による、新木団体、 日本作曲家協会が設立される。小柄、ハットリラは世代間のギャップを超えた新しい日本の歌を生み出べく、ジャンルを問わずにその年の日本を代表する歌を選出するグランプリを開催することを目指す。反としたのは前年に米国で始まったグラミー賞である。しかし小柄の動きは音楽界の主流派の非協力という形で抵抗を受ける。 共催を申し込んだ、社団法人日本蓄音機レコード文化協会、現、日本レコード協会には断られ、レコード会社は、ビクター以外の協力は得られなかった。大手新聞社の音楽記者会は事態を警戒して、初年度の審査への参加を留保して、テレビ各社は、ラジオ、東京テレビ、現、TBS のみが3位を示し、これが縁で、レコード対象の放送は TBS で行われている。 運営委員長を引き受けた小川参加者の不安を抑えるために資材を投げ打ってでも必ず実施すると宣言し実際に赤字分を個人負担せざるを得なかった小川の自腹によってどうにか開催された第1回レコード大賞で大賞を受賞したのはロカビリー系の黒い花びら歌手は本作でデビューの水原博史。作詞は放送作家の a 六助作曲は ジャズ奏者として一世を風靡した中村八代という主流の歌謡曲とはかけ離れた組み合わせであった。後に作詞家として体制した絵は後年第1回の対象を権威ある作品ではなく全く無名人作品にしたことを審査員の良識だったと思うと実感している。以降も新ジャンルからの受賞が相次ぎ受賞曲がヒット、受賞者が 売れっ子のヒットメーカーになるに従って、日本の音楽界のボーダーレス化が進んでいく。小柄が立ち向かった、レコード会社の専属作家制度は、1970年頃には姿を消した。はじめの数年は、小字体の知名度が低く、放送時間は、年末の昼間、会場も、神田協立行動など小規模の会場であった。1969年、第11回から、 番組の構成を一新する。大晦日の NHK 紅白歌合戦が始まる前の19時2 1 0 0に本戦を開催、生中継するようになり、カラーでの全国放送を開始、さらに会場を帝国劇場に移し、司会には高橋慶造を起用した。さらに伴奏にはビッグバンドと当時の常識ではありえない規模のストリングオーケストラ、弦楽合奏団。 各種勘だ楽器、オーボエ、ホルン、ティンパニなど、それに合唱団が並び、長瀬田彦が長らく指揮者を務めた。演出に力を注ぎ、さらに国民的番組であった紅白歌合戦と時間帯が連続することにより、ショーのネームバリューが上昇、視聴率も紅白と肩を並べるほどになる。ショーの権威は絶好調であったが、ショーの創設に関わった。 服部良一は1974年頃、権威の上昇と比例して、賞の商業的な付加価値が高まり、レコード会社のシ取合戦の加熱と作品の質よりも人気が先やる傾向が想像し、さらに、これが審査の不透明さをめぐる黒い噂を生じさせていることを懸念していた。1980年代には対頭してきたニューミュージックを中心に、 音楽の権威に対する考え方の変化が起こり、賞レースに左右されない音楽活動をしたいことなどを理由に、受賞そのものを辞退する有力アーティストが増えるようになり、賞の権威は低下し始める。第27回、1985年から会場を日本武道館に移し、受賞式の華やかさを増すことでテコ入れを図るも、視聴者離れの歯止めが効かず、第28回、 1986年で視聴率が30%を割り込む。1989年、紅白歌合戦が放送開始時刻を19時台に引き上げることによって、紅白が裏番組になり、視聴者を奪われると同時に歌手のやりくりにも苦労するようになる。この年を境に視聴率は一気に20%を割り込む。第32回。 1990年から対象をポップスロック部門と歌謡曲演歌部門に分割し、視聴者による電話投票の導入するなど打開策を講じたが、対象のジャンル分けでレコード会社の認識との食い違いが生じるなど問題が生じ、また電話投票は組織票が問題視され、第35回、1993年で廃止された。第36回、 1994年では、大賞を受賞したミスター・チルドレンが欠席するという異例の事態になる。大賞受賞者が欠席したのはこの1回のみ。この年から会場が TBS 放送センターに移る。第46回、2004年からは紅白歌合戦や、年忘れ日本の歌の出演で NHK ホール、渋谷区や新宿駒、劇場、 新宿区等を移動する出演者への配慮で会場を新国立劇場渋谷区に移した。第47回2005年には視聴率が過去最低の10.0%を記録。常連だったスポンサーの多くが降板し、スポンサー枠自体は縮小されるに至った。第48回2006年から裏番組とのバッティングの弊害を解消すべく、 開催日を1日繰り上げて12月30日に変更した。同時に放送時間を拡大し、過去の受賞曲で構成される、事前番組が放送されるようになった。 1950年代、1959万1960年代、1960から1961から1962から1963から1964から1965から1966から1967から1968から1969万1970年代、1970から1971か、 1972から1973から1974から1975から1976から1977から1978から1979万1980年代1980から1981から1982から1983から1984から1985から1 9 8から1 9 8七十九万9九百八十年代7九百八十から1九百八十一から1九百八十二から1九百八十三から1九百八十四から1九百八十五から1九百 1 9六6から1987から1988から1989万1990年代1990から1991から1992から1993から1994から1 9 9 1995から1996から1997から1998から1999万2000年代2000から2001から2002から2003から2004から2005から2006から2007から2008から2009万2 0 1 0年代 2010から2011から2012から2013から2014から2015から2016から2017から2018各賞受賞者には統合政治作の盾が授与される写真を参照レコード大賞の主要な賞である大賞最優秀新人賞第10回以前は新人賞最優秀歌唱賞 第10回以前は、歌唱賞の三賞をすべて獲得している歌手は、2013年現在、以下の5人となっている、三冠達成順、新人賞、最優秀新人賞以外は初受賞会を記載。発表の模様は、テレビ、TBS 系、JNN 地上波全国28局ネットとラジオ、JRN 全国17局ネットで生中継されている、第42回。 2000年から第47回、2005年、までは、TBSKBS BS デジタル放送の BI、現、BSTBS でも放送されていた。また、第44回、2002年から CS 放送、TBS チャンネルで過去に放送された回をその年の放送分につき1回、2008年からは2回、限りではあるが、毎年12月に再放送を行っている。 TBS に現存してい、第10回、1968年以降の放送分。CM はカットされるが、その部分には、地上波で今年放送される、回の5から15秒の番線が挿入されている。過去には編成の関係で、年明けの1月に放送されたこともある。TBS に現存する映像は、モノクロ放送の最後となった第10回。 1968年、開催会場は渋谷公開堂が最古である。これ以前の本戦の模様はニュース映像の一部、写真、ラジオの音声のみが現存し、第11回、1969年以降はすべて鮮明なカラー映像の完全版 VTR が現存している。第20回、1978年から、 TBS の音声多重放送の開始に伴い、テレビでのステレオ放送が始まった。以降、すべてステレオ放送となる。JNN 系列で第47回、2005年まで12月31日にネットしてきた番組であるが、以前はクロスネット局が多く、JNN 系列でも曜日によって、多系列を同時ネットしているつぼねも多くあった。 その反面、JNN 系列以外でも曜日によって、JNN を同時ネットしているつぼねもあり、番組をネットしたつぼねもあった。先発局で、JNN 系列局が以前金曜日の19時30分21時枠で、日本テレビを同時ネットしている局が多数あったり、水曜日の20時21時30分、その後19時30分21時の枠、土曜日の19時30分22時枠、 日曜日の19時21時枠が日本テレビ同時枠だったりしたつぼねがあった。静岡放送では放送日が金曜日だった第13回1971年に番組をネットせず日本テレビ系の番組を同時ネットした。また南海放送愛媛県日本テレビ系では木曜日に TBS 系番組を同時ネットしていたとし1970年は20時からの 飛び乗りで、1981年は、全編フルネットで、放送に限り同番組をネットしていた。近畿広域県では、1974年の、第16回までは、朝日放送、現、朝日放送テレビにてネット。翌年、1975年の、第17回から、毎日放送でのネットになる。福島県では、1971年の、 第13回から1982年の第24回まで、福島テレビ、当時 TBS 系と富士テレビ系のクロスネット局、現在は富士テレビ系にネットされていたが、1983年の第25回からは TBS 系新局として開局したテレビ優福島でのネットになる。1978年1980年は TV 中継の同時ネット局のみ、 ロールスーパー方式、ネット曲は略称、ロゴ出しで紹介した。2001から2005年の5年間は、系列 BS デジタル放送、BSI、現、BSTBS でもサイマル放送が行われていた。1978年、第20回当時は20曲以上ネットしていたが、2015年、第57回は8曲、うち、4曲は途中飛び乗りに止まっている。 JNN テレビと JRN ラジオとの県営局の一部がテレビとラジオで同時放送している。なお、福井放送のようにテレビが JNN 系列でないつぼねがラジオだけで放送するケースもある。青森放送ラブではかつて JRN ナイターを放送した曜日のみ途中、飛び乗り放送していたが現在は放送していない。 西日本放送 RNC では1997年の JRN 加入後も含めてネットすることはなかったが2005年に初めてネットした。前述のラブと同様 JRN ナイターの絡みから実現したものと思われる。こちらも現在は放送していない。毎日放送では1975年ネットチェンジからテレビとラジオで同時放送されてきたが 2006年以降については、ラジオが自社制作枠の確保による編成上の理由で放送されなくなった。第54回2012年は再びネットしたが、第55回2013年以降は自社制作枠の確保のため再び放送されなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。